ダニーとは、ハサミカクアモン、クモ型砂ズナのダニアコウに属する節足動物の総称である。小型の動物で、体長1ミリメートル以下のものも多い。全世界で約4万落ち草とも言われており、形態、生態ともに非常に多様性に富む。その単系統性は、分子系統解析によって諸説に分かれる。ダニを意味する漢字のうち、中国語では、マダニ類を、 それ以外の毛ダニ類、粉ダニ類などを虫と区別し、総称として虫と呼ぶ。欧米では、大型の吸血性のダニである、マダニ類とそれ以外のダニを区別し、前者を英語で、ティック、ドイツ語で、ザッケ、後者を英語で、見て、ドイツ語では、ミルブという。日本語では、ダニという単語自体はが愛中をイメージさせるが、英語圏では、一般的な不快感が強いのは、 牧場で人畜に害を与えるティックであり、見て、にはそれほど、一般の不快感は普遍的ではない。ササラダニ研究の第一人者である、青木純一によると前者を聞かせると大きく顔を、しかめるが、後者については単に小さい虫という印象しかないらしいとのこと。ダニを意味する日本語の方言語意には、ごさらぎ、さらげ、しだりめ、タニコ、タノホジ、タンジロウ、ダンニャ、 つみ、やいなどがある。逆に、愛知県知多郡では、ダニがハエの幼虫を意味した。また比喩表現として、寄生性の種の一部が、吸血生物として、非常に特徴的であることを指して、他人の稼ぎを巻き上げて生活するものに、社会のダニなどという言い方をすることがある。このほか人に嫌われるものの形容に用いることがある。ダニ類の形態は、非常に多様性に富むが、 外して小型のものが多い。まだ二類には、吸血時に体長が1センチメートル以上に肥大するものもあるが、ほとんどのものはそれより、はるかに小さく、1ミリメートル以下のものも非常に多い。基本的な形態は、クモツナ全体に共通する体制として、体は全体部と5体部に分かれ、東京部には付属詞として1体のハサミ角と触れし、4体のふ足を持つ。 腹部の後端に微部はない。体型はずんぐりした楕円形のものが多いが、扁平なものや細長いものもある。ダニ類の場合、全体部と後体部は区別できるものもあるが、密着して明瞭でない種が多い。大切は互いに融合が著しく、原始的な足長ダニ類を除いて腹部は大切に分かれない。そのために、ダニ類独自の体制の区分名がある。 ハサミ角は3節からなり、多くのものでは、ハサミ状。ただし形態には変異が多い。また、肌に類とハサミ角にで意図官を持つものがある。フレシは、基本的には6節からなる、ふわしに近い形であるが、不死数を大きく減じたり、退縮して、後期のようになるものもあるなど、分類群や種により変異が著しい。ふわしは4体が基本で、 多くの種ではよく発達するが、一部を退化させたものや、無足のものもある。妖体は、不足が3体で、脱皮成長途中で4体に増えるが、実際には、乱内での発生過程では4体が形成されて、その後第4脚が消失し、不火時に3体になる。目は、全胴体部に1から2体の単眼を持つが、角くものも多い。このほか、感覚器官として体側に体毛を持つものもある。 呼吸器官として器官を持ち、その位置や構造は分類上重視される。器官が退化し、特定の呼吸器官を持たないものもあり、そのようなものは皮膚呼吸を行う。サビダニの一種の中も数種のダニが生息しており、これらは埃り中の有機物を食べているので、人体への直接の加害はないが、糞や、脱皮角、個体の死骸等が皮膚炎や、 気管支援等のアレルギー性疾患を引き起こすもになることがある。さらにこのダニ類を捕食する爪ダニ類が繁殖し、偶発的に人体を刺す皮膚炎も発生している。人体に被害を与えるもの以外では、台所や食品倉庫で粉ダニの仲間が小麦粉や乾物等の貯蔵食品などに繁殖し、食品工場等で大きな損害を与えることがある。 農業害虫として植物に寄生するダニのうちでもハダニ類には産業上重要なものが多い。この仲間は植物の表面に蜘蛛のように糸を張り巡らして巣を作り集団で生活する。植物組織内に後期を挿入し細胞の原形質を吸い取って接触するが試行時に有害な成分を分泌するため葉が変色し、 寄生数が多い場合株ごと故死することもある。殺ダニ剤等の農薬に抵抗性を持ち、防除が困難なケースも多い。ダニ類が人間の活動に有用に関与している例として、間接的には分解者としての土壌動物のダニ類等生態系を支えている重要なメンバーとしての働きなどを挙げることができ産業上重要な例として、農業害虫の肌ニ類防除に、 かぶりダニ類とこれらの植物寄生性ダニ類の天敵である捕食性のダニ類が生物の予約として用いられている。また、ヨーロッパではミモレット、エダムチーズ等伝統的なチーズの熟成法としてチーズダニが利用される。ダニ類は種類数も多く、極めて多様なメンバーを含みかの数も非常に多い。分類階級について、かつてはメカイ級であったが、 後に亜工階級へ昇格されるようになった。この場合、ダニ類の海分類は大まかに胸穴ダニ類と胸板ダニ類の二群としてまとめられる。従来は単系統群と考えられてきたが、分子系統解析によって諸説に分かれる。胸穴ダニ類と胸板ダニ類はそれぞれ別系統で、ダニ類の多系統性を示唆する結果があれば、両者は姉妹群で、 ダニ類の単系統制を支持する結果もある。以下はダニ類を従来のダニメとし代表的なトガのみを拾い上げる。ありがとうございます。